皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。ファーウェイバンド8になりますけども、60日使用レビューということで今回お届けしたいと思います。あっという間にね、なんだかんだで2ヶ月ほど経ちましたけど、毎日必ずしもつけていたわけではありませんが、時々ですね、このように装着して1週間使ってみるとかって言って取り替えながらも、結局2ヶ月ぐらい今経ちました。このね、真夏直前というタイミングにはなりますが、この時点で感じたことをご紹介したいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。まず最初にね、良かった点になりますが、この装着感が軽量で非常に快適だなという点は本当に変わりはありません。ということでですね、今装着しているわけですけども、このような感じになりますね。非常に軽量ながらに装着感っていうのは抜群だなと思います。つけていることを忘れてしまうぐらいつけ心地っていうのはいいなと思います。ただですね、このバンド自体のこの素材がですね、以前のファーウェイバンド7よりもちょっと変わった感じがしまして、ややですねグリップ感が強くなっているのもあって、バンドループに差し込むのが結構大変だなというのを思いました。これはですね、気温がね高くなってくるにつれて、だんだんここ差し込みがね結構大変だなというのを思いました。真冬にかけてはいいのかもしれませんけどね、これ暑くなってくとグリップ感が増してくるのでね、装着するのがちょっと大変だなというのは正直感じます。ただですね、最近ナイロンバンド仕様のファーウェイバンド8も発売開始されましたので、そちらの方がこれから買う方にとってはいいのかなという気はしますね。ただちょっとね、よりスポーツチックになっていますので、仕事で使うっていう方にとってはシチュエーションを考えないといけない場合がありますけども、スポーツをメインで使う方、プライベートを使用でメインであれば、そういったナイロンバンドの方がこの時期はよりいいのかなと思います。ただ個人的にはこのバンドを装着してしまえば、もう装着感というのはめちゃめちゃ軽量で快適ですので、装着する作業以外はすごく快適に使うことができています。そして次の点になりますが、それは通知が良好だという点です。これはね、やっぱり2ヶ月間使ってきても本当に変わらないいい印象ですね。今ペアリングしていますスマホは Android スマホになりまして、当然ながらアップギャラリーからダウンロードしたファーウェイヘルスケアを使うわけですけども、それとペアリングしてある状態で全然通知がね来ないなっていうことはないんですね。私の使っているスマートフォンとは相性がいいのか、通知が全然来なくて困るってことはほぼありませんね。というわけで使うスマホにはよるかもしれませんし、そのスマホの設定状況にもよるかもしれませんが、スマホとの相性がバッチリ合えばですね、標準のまんまでも通知がしっかり来るっていうのがいいんじゃないかなと思います。ちなみに通知はこの本体の下から上にスワイプしますとね、こちらのところに表示されますけどね、今現在は何も来ていません。そして次の点になりますが、それはバッテリーが非常にね持ちがいいということになります。今現在厳密に計測しているわけではないので肌感にはなりますけども、だいたい1日あたり 10% ぐらい減っていくのかなという感じですね。というわけで満充電してからだいたい10日強という感じでしょうか。そのぐらい持ちますので、全然バッテリー持ちに関して不安を感じるってこともありません。だいたいね 10% ぐらいにまでなりましたら私は充電するっていうサイクルしているんですけども、充電速度もだいたい1時間ぐらいでできてしまうというのもねめちゃめちゃいいので、バッテリー持ちに関してね全く不安はありません。そして次に良かった点はやっぱりね、使いやすいっていうのがありますね。とにかくこちらのサイドボタンがあるっていうのが何よりも使いやすさを本当に良くしてるんじゃないかなと思います。一回押しますとね、このようにメニューに入ることができますし、またホームに戻りたければまた押すことによってこのように戻すこともできます。例えばエクササイズに入ってやっぱりホームに戻りたいって言ってもね、サイドボタン一発でホームに戻れるとかね、この辺の使い勝手っていうのはこれが一個あるかないかでね全然違うんじゃないかなと思います。そしてさらにサイドボタンだけでなく、上から下にスワイプした時のこのコントロールパネルと言われているものですね、10個の機能が使うことができるようになっているんですけども、特にこの明るさ調整が手動でしかできないモデルにもかかわらずアクセスしやすくなっているので、全然不満がないなと思いました。これはね本当にかゆいところに手が届いたなと思います。ライバルモデルになりますシャオミスマートバンド8は自動調光機能がねスマートバンドにもかかわらず入ってきたんですけども、しかしながらファーウェイバンド8は自動調光機能ついていないんですが、ここから簡単に明るさ調整ができるようになっているので、これでもいいのかなっていうふうには思ってしまいますね。もちろんあの自動調光ついていればそれはそれに越したことはありませんけど、ここのアクセスしやすさでそれを補っているっていうのを本当に感じます。ここにタイマー機能とかね、ストップウォッチ機能とか様々なアラームとかも含めましてね、よく使う機能も割り当てられています。懐中電灯機能もねこのようにアクセスしやすくなっているのもすごくいいんじゃないかなと思います。そしてなんといってもですね、
この文字盤、これファーウェイバンド8のみ使うことができまして、ファーウェイバンド7ではこの文字盤をインストールすることはできません。現時点でね、ファーウェイバンド7の方で探してみましたが、出てこないんですね。ということで、おそらくファーウェイバンド8のみでしか使えない文字盤になると思うんですけども、この文字盤めちゃめちゃ秀逸なんですね。以前もご紹介しましたが、文字盤をこのように長押ししますとね、このギアマークがありまして、ここをタップしますと、例えばこのエクササイズのところをワークアウトって今なっていますね。じゃあこのデュアルタイムっていうのがありますね。これをセットしますと、世界時計ですね、他の国の時刻をこちらに貼り付けることができます。オーストラリア時間にしてみたいと思いますが、このようにね、文字盤のデザインを変えることもできますし、機能自体を変更することができます。タップしますとこのようにね、世界時計に変更することができます。加えてもう一度ここをやっぱりエクササイズがいいなということであればね、このワークアウトを選んでいただければエクササイズに戻すこともできまして、すぐにワークアウトに飛ぶことができます。でさらにこの一番下の部分とかですね、今ねタイマーに割り当ててありましたが、それ以外にも他の機能に割り当てを変えることができます。音楽とかにも変えられますね。で決定します。ここに音楽のマークを持ってくることができて、タップすると音楽再生コントロールに飛ぶことができると。この文字盤一つで様々な機能をですね、割り当てを変えることができますので、このショートカット機能っていうのが非常に便利だなと思います。この文字盤はファーウェイバンド8のみ今のところね使うことができますが、めちゃめちゃ秀逸な文字盤ですので、これをうまくカスタマイズすることによってめちゃめちゃ使い勝手を良くすることができるんじゃないかなと思います。この辺もね、やっぱりファーウェイバンド8使っていて良さを感じる点の一つとなっています。はい、というわけで今回ですね、ファーウェイバンド8の60日使用レビューということで、長期使用レビューをお届けしましたけども、いかがだったでしょうか。もう早くもね、買った方はもうそれぐらい経つわけですけども、これから購入される方も本当にね、これ満足できる一台だと思いますので、スマートウォッチを考えている方にとって、あんまりね高機能モデルを最初買うんではなく、こういったね1万円以下で購入ができる、これはね初めて買うスマートウォッチやスマートバンドであれば本当におすすめできる一台だなと今でも思っています。もちろんね、このデザインが気に入っているってことも一つあると思いますし、必要最低限ね、歩数とか心拍数や血中酸素レベル、睡眠モニタリングとかタイマーとかね、ストップウォッチとか通知が見れるとか、電話の着信が気づくようになりたいとか、その辺ね申し分なく搭載されていますので、おそらく満足できる一台になるんじゃないかなと思います。でその上でですね、しばらく使ってやっぱりステップアップしてもっと高機能がいいということであれば、ファーウェイウォッチ GT シリーズとかねたくさんありますし、他社でもいろんな Amazon Fit や Xiaomi ウォッチシリーズや Apple ウォッチっていったものもありますので、コスパもありますけども検討していくのもいいんじゃないかなと思います。というわけで、まず最初の1台としてはすごくおすすめだなと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの期間にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。